い、皆さんこんばんは。こんばんは。改めて2024年も三重学のさっき一家社でやよろしくお願いいたします。冒頭ですね、まずですね、2日の放送ですね、実はあの収録の放送でございまして、はい、でもう1月今年始まってからね、もう本当にあの能登半島のね、はい、あの地震だったりとか、あの晴れの事故とか、たくさんね、あの悲しい事件がありましたけども、改めてね、皆様に、お悔やみ申し上げます。で、改めてですね、こちらですね、資金、はい、募金のご案内します。はい、トリブアズリさんの方でもあの資金の募金の方を、しておりましてですね、はい、こちら、ゆうちょ銀行の方ですね、はい、こちらの方はあの公式のホームページにも載ってる感じですかね。その振込先っていうのは載ってはない。載ってない、載ってはない、はい、じゃあこちらをぜひ、ね、あのスクショとかしていただけると、うん、はい、という感じでございます、はい、はい、もしよろしければ募金の方もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、では改めて、MC の MP です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、普段はですね、このすぐ近くですね、湯島で、高知県直送の食材を使った創作料理のお店をやっております。はい、はい、そして、日本を元気にということでよさこいチームね、チャキルというチームで、副代表も務めておりまして、はい、そしてですね、今日はですね、なんと本当に今日なんですけど、今日の今日ね、ちょっとこれですね、はい、東土佐の会というのを、開催します、うん、実はですね、高知県東西真ん中とありますけども、はい、西の方はですね、もう東京でも本当に知られたところばっかりなんですけども、うん、まだまだ、ね、東の方にも魅力たっぷりのところがあるということで、この会を実は今日立ち上げます、はい、そして、この会でもですね、高知から能登、へということで、こちらでもあの募金を、ね、うん、やりますので、うん、今日、ね、急遽参戦の方も、ね、うん、ぜひですね、リソルブラスの方によろしければご来店よろしくお願いいたします。はい、はい、そしていつも私をサポートしてくださるみゆきさん。はい、大島みゆきです。よろしくお願いいたします。お願いします。私普段舞台などで活動しておりまして女優やってるんですけれども、はい、絶賛私今年明けてから、うん、2月の舞台がありまして、そちらの稽古中でして、うん、はい、ありがとうございます。こちらですね、2月の8日から、うん、18日ですね、渋劇で、あの渋谷にある劇場なんですけど、はい、結構大きなところです。うん、手結びというあの作品をやらせていただいております。はい、はい、あの今回あの何でしたっけ金太郎と、はい、かぐや姫と、はい、桃太郎が出てくるっていう、はい、そんなお話なんですよ。いろんなおとぎ話が、au の宣伝ですか確かに見たことありますけれども、はいはい、違うんですよ。そんな感じの、桃太郎を一応中心としてまして、はい、桃太郎が鬼退治に行ったんだけれども、はい、帰ってこない、うん、その後の話ですね。鬼退治に行った後、帰ってこない、うん、なるほど、はい、でさあどうするっていうその話になっております。あ、はい、なかなか不思議な話、そうですね、ちょっと興味ワクワクしたけどね、はい、めちゃくちゃ盾があったりとかするすごい派手な舞台になっております、よかったら皆様ぜひぜひあの劇場に足を運んでくれたらなと思います。まだまだ席は空いてますか？全然空いてます。はい、わかりました。はい、まだまだ空いてますのでよろしくお願いします。大島さんもそうですね、私はあの弓を扱うあの傷つきの役でして、はい、そうなんですよ、傷つきなんですけど弓で戦うっていう戦うシーンが結構あって、あのつつくんじゃなくて、そうなんですよ、つつきはしないですね、はい、傷つきなんですけど、でももう今全身筋肉痛ではございます、鍛えないと普段から、そうなんですよ、ね、本当に歩きましょう、歩きます、はい、歩きます走れないならウォーキングで行きましょう、いやね、そうですね、はい人のこと言えないです、これ。我々もね、本当ですよね。はい、そしてですね、今日はですね、はい、メインの、ね、はい、イケメンの星野さんがですね、はい、ちょっとお仕事関係でね、お休みでございますので、はい、今日はこちらの方、はい、はい、皆さんもおなじみでございます。自己紹介よろしくお願いします。はい、三栄化学株式会社営業兼福祉課の辻内康二でございます。56歳でございます。よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、では今日はですね、はい、間違いなく、うん、あの康二さんに、はい、素敵な会社紹介をお願いしたいと思います。はい、ね、我々のあのこの番組はね、あの三栄化学、はい、ね、あの学芸会の会社さんが、うん、サポートをしていただいてますので、ね、はい、その会社のご紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。はい、
あ、まずこの格好から。あ、いいです。あの実はですね、今日はあの、放送の中にですね、コロナ禍前までやっていた CEO 会、元気の出る親父会というのが、はい、これがあのうちの弊社の、辻内が、立ち上げた会でございまして、あの親父も元気で、うん、もうバリバリ今後も働いていこうということで、うん、設立でした。まあ、10年ぐらい前から、立ててですね、ほんの最初は数名だったんですけど、うん、あの各企業の皆さん、あの会社の皆さんがですね、うん、あのどんどん賛同していただいて、うん、でそれで、まあ、その会が、ちょっとコロナ禍でね、うん、数年前からちょっとやまってたんですけど、そうですね、はい、で今回あの新年会ということで、うん、久々に開けたということで、今回集まってそれをちょっと、うん、そうさせていただくようになるんですけど、あのそれにあたってですね、まあ映画じゃないですけど、はい、まあ放送するにあたって、まあ、今回僕のキャラとしてですね、はい、まあ自分たちが小さい時見ていたその映画とか、まあ画像を流すのにその、長谷川、長春さんという方がいらっしゃって、名前出してる淀川さんですね、はい、で淀川さんですね、でその真似で行ったんだら行ったらいいんじゃないかということで、うちのあのボスから言われまして、はい、でほとんどね自分たちの世代ぐらいしか知らないと思うんですが、うん、はい、とりあえず命名されましたので、はいはい、その分でよく眉毛を動かして動かして、はい、さいならさいならさいならという方でございますか、はい、まださいならないですよ、はいはいはい、始まったばかりだね、始まったばかりでございますね、はい、はい、あのやらせていただきますのでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、会社説明としてもちろんですよ、はい、もうこれ一番重要ですからね、はい、お願いします、弊社、名前がですね、会社名が三栄化学株式会社といいまして、化学薬品のメーカーでございます、はい、こちらでございますね、で、会社ができたのが1969年、昭和で言いましたら44年にですね、工業薬品の販売から始めさせていただきまして、でその後、自社で、工場を設立しまして、製造と販売で、ずっとやらせていただいて、で去年の6月からですね、55期ということで、はい、54年ということでやらせていただいております。で、まあ、本社はですね、あの千葉県の太浜幕張、はい、幕張ミッセの近くですけど、はい、そこにあのございまして、で自社工場というのが、はい、この太浜幕張、本社からですね約車で1時間程度のところ、うん、香取市に尾身川工場という自社工場があります、はい、でこの、 あの三栄化学ですけど、あの3つの強みというのがありまして、まずあの1つ目は照射機能がありますよ、はい、で2つ目は、研究開発もできますよということと、あと3つ目ですね、製品の製造もできますよということで、うん、この3つ全てがその三栄化学1社で全てできるという強みがございます。で照射機能としましては、あのすみません、照射機能としましては、まずあのアジア全土30カ所以上にそのネットワークがございまして、はい、弊社のその購買部の、強い購買力でですね、お客様のニーズに合ったものを仕入れで安定供給に努めるということをさせていただいておりますし、あと研究開発ですね、自社工場の方に研究室がございまして、研究員が、常にそのお客様のニーズ、シーズンに合ったものを研究開発しているということで、現在もですね、あの数十種類の、研究を、新製品の開発をしています。あと製品製造ですね、これはあの、まあ、三栄化学のオリジナル製品の、製造、あと受託製品の製造、あと小分けといいまして、まあ、小さいものですと、もう本当に小さい、もうこのぐらいのもの、うん、もうちょっと小さくかもしれませんが、このぐらいのものから大きな IBC コンテナという大きなですね、うん、ものまであの小分けすることができます、うん、はい、で、取扱製品としましては、毒劇物、あと、危険物1類と言われるもの、はい、あと危険物4類というものまで、取り扱いができるようになっています。で、この3つを含めてですね、まあ仕入れ、まあ照射機能で仕入れて、あと研究開発をして
あと製品製造して、うん、で営業が販売させていただくという、はい、まあ、トータルで、一貫してできるようになってますので、うん、まあ、小回りの効いた会社ということで、うん、まあ、やらせていただいて、でおかげさまで55年というのを迎えまして、で今後もですね、はい、まあ、まあ、うちの社長が言われてるジャパン、メイドインジャパンクオリティというのをですね、はい、まあ、強く、まあ、心に持って社員一同がお客様のためにいいものを作っていいものを販売させていただくというように、はい、取り組んでまいりたいと思いますので、はいはい、ぜひ今後とも三栄化学をよろしくお願いいたします、はいはい、ありがとうございます。でさあ、はい、今日はねきちんと説明ができましたでしょうかね、はい、ボス、専務、常務、ね、そして社員の皆様ぜひ評価の方をお送りください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですねこの番組はですね三栄化学さんで、働いてらっしゃるですね、スタッフの方にスポットを当てて、ここにゲストで呼んで、そこをどんどん突っ込んでいくという番組なんですけども、はい、今日はですね先ほどもね話がありましたけども、ボスが立ち上げたね、はい、元気の親父の会ですね、はい、ということで、今週は今日は、はい、ね、はい、ボスに密着をして、ね、本当にあの元気なボスが、はい、なぜあんなに元気なのか、はいはい、そしてボスの周りにはどんだけ素敵な方がいらっしゃるのかっていうね、うん、そういうところに今日は注目してですね、はい、行きたいと思います、はいはい、で安井さんがねバッチリ今日はビデオを、ね、はい、撮ってきていただきましたんで、ね、まず今日はそこから行きましょう、はい、じゃあまず一発目から行きましょうか、はいはい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、浜松町にやってまいります。はい、浜松町ですね。今日はですね、久しぶりのその親父会というのを、開催することになりましたので、来ております、その、ビデオをですね今日は撮って皆さんに見ていただきたいと思います。浜松町やなぜか関西弁ですね。はい、そこで なんで浜町やなったのかね。いやね、これね、実はまあ、YouTube なんかでちょっといろいろ見てまして、はいはい、韓国のね、女性がね、はい、なんとかいやーとか出てくるのがね、それちょっとバレさせていただいたというようなすごい言い方でね。なるほどね。はい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 、女性だったら可愛かったんでしょうか。そうですね。はい、ジジイですからね。いや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 、まあちょっとオープニングはちょっと抜けましたけど、はい、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてお願いします。はい。あ、これはボスですね、後ろ姿ですね。ね、ただいまお店に向かっているところでございます。はい。本当にね、駅から近い徒歩3分のところ、芝文というお店に今から向かっておりますね。芝文さん、はい、芝文さんですね。いや、いいですね。いい匂いが本当に漂っております。はい、浜松町ね、今ね、はい、結構飲食店多いですからね。あ、20名弱ですかね、の、各お偉いさん方が、親父がですね、集まるという会でございまして、はい、元気の味が20名、はい、すごいね、そうですね、そうですね、はい、はい、放送させていただきます。はい、なんかこう期待させて終わりましたね。後ろ姿だけ で、ね、はい、で最初はね本当に始まりが十数年前に、うん、数名ぐらいだったそうなんですけど、はい、まあいろんなお付き合いがあって、うん、まあボスがそのまあまあ、出たいというような方が集まっていただいたということで、現在結構なね、今回20名弱でしたけど、本来もうちょっとね、そうですね、40名とかね、40名ぐらいです。結構やっぱり元気な方ばっかりで、はい、パワーあふれるね、いいですよね。でもね、本当にこんな時代にね、やっぱりほらお友達とかね、いない時代にね、こうやってお互いにこうね、元気をね、与え続けられるね、知り合いがいて、それこの方々が集まって、ね、お互いにねこう元気になるっていいですよね、もう刺激になります。そうそう、刺激がいいんですよね、やっぱりね、刺激がもらえるっていうね、会ね、じゃあ刺激がもらえる会、はい、ね、どんな親父がいるんでしょうか。はい、はい、お願いします。はい、はい、本日の会場ですね。あ、なんか美味しそう。ただいま、5時ですね、5時になったばっかりということで、まだのれんが、はい、降りてないような状況で、はい、ボスと森田さんは
煙所で一服。あ、もうすでにね。なかなかいいお店ですね。ちゃんと時間厳守で。そうですね。まあ、もうそろそろ、ね、この音楽が鳴ってから、そう、というのがね。駅から本当、3分ぐらいのとこですかね。はい。なかなかいい匂い漂うサラリーマンの街というんでしょうか、うん、はい、あ、来ましたね。それでは、はい、後で、はい、はい、ちゃんとね、役目もちゃんと伝えて、ね、そうですね。山ちゃんのお店の近くもやっぱりサラリーマンさんが多いような感じですね。はい、あのうちの店も基本的にはサラリーマンの方、サラリーマンさんが、はい、もう会社勤めの方がやっぱ多いですよね。はい、ですのでうちはもう日曜日祝日がお休みですから、はい、普通の店はね日曜日祝日でね、うん、オープンする店多いですけど、はい、うちはもう祝日と日曜日完全休みっていう、うん、よく皆さんに不思議だねって言われますけど、はい、お客さんの層がねそういう形なんでね、うんうん、そうですよね、はい、でもこういうね店がねいろいろあるということはサラリーマンにとってはね、うん、いいですよね、すごい、うん、すごいありがたいですね、うん、帰りに魚料理の店ね、うん、そうです、美味しそうですよね、めちゃくちゃ美味しかったで、ここに20名近くの元気な親父が集まって、はいはい、ね、どんな方が来てるか、はい、ね、はい、ちょっとワクワクしてますけど、はいはい、もう皆さん出てくれますよね、本当に楽しい方ばっかりで、はい、よかったです、みんな喋ってくれたのかな、はい、じゃあ続いていきましょうか、はい、じゃあ入った、じゃあ乾杯のご発声を、元祖会長、辻内、はい、元祖会長、ただいまご紹介になります。早川区の辻内と申します。まずはねちょっと言っとかないといけないんですけど、この度 の、 ね、年始早々の災害に関しまして、被災された方々、また犠牲になられた方々に、哀悼の念を表します。それと、あ、一日も早く復興することを願って、我々が元気にですね、こんなことをしている場合じゃないということじゃなくて、これからどん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 元気にですね、元気な親父会というところですから、今日は皆さんでわっと騒ぎながらやりましょう。それでは皆さん、ポップを取っていただいて、お疲れ生です。乾杯。乾杯。乾杯。お疲れ生です。ありがとうございます。はい、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。で、男性というか集まった方は1万1000以上会費を、はい、うちの石橋に端っこ座ってますけど、はい、石橋、はい、集めてね、会費漏れなく。そうですね。はい、ですね。まあ、1万1000以上というのは、1万1000以上くれたのも、募金に。ですよね、もちろんね。というような、はい、はい、考えの、発言ですね。うん、やっぱりで、はい、こう、できることからね、うん、やっぱやっていくっていうの必要ですよね。うん、そうですね。はい。だからやっぱね、現地に行くのも大事ですけど、うん、じゃあ、現地に行って、できる方はいいですけど、うん、なかなかできない方が多いじゃないですか。うん、はい、ね、やっぱりこう、自分たちができることからね、はい、応援をするっていうのはね、はい、一番いいですよね。うん。うんうん、でも、こうやって、みんながね、こうシュンってなるじゃなくて、その元気な人たちが、ね、うん、応援に行くといいと思います。うん、はい、はい、ですね。もう本当にこの元気の親父の会ね、はい、もうこの後展開がますますドキドキワクワクしてるんですけどね。ね、はい、一応おごそかに始まりましたよね。そうですね、はい、おごそかですけど、はい、まあここからね、はい、いろいろかというと、私も初めてね今回出席させていただいたんですけど、うん、はい、なかなか元気の出る、はい、会でしたね。OK です。はい、わかりました。はい、じゃあ続いていきましょう。今日はねもういっぱい撮ってくれてますからね。はい。今日は顔出しは大丈夫ですか。ちょっと YouTube をうちやってまして、で YouTube でちょっと今日 GoPro 忘れて携帯で撮ってるんですけど、後でちょっとリクエストある方はちょっといろいろと見ちゃっておきますので。さすが前振りありがとうございます。伊沢さんが、伊沢さん、いらっしゃいませ。この辺でいいっすよ。この方が今の会長さん。あ、フリクエストね、はい、来ましたね。まあ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 、まあまあ、座れるところ。いや、うん、もうさすが会長ね、うん、やらしてください、うん、いいですねやっぱね。こういう方々がやっぱ元気にしてくれるんですよ、ね、日本をね。さあやらしてくださいっていう方々がどんなコメントをしたか、はい、ね、はい、続いていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、
いや、安井さんはいらないです。こんばんは。久しぶりの親父会ですね。皆さん盛り上がってますね。で、今日はですね、その三栄化学の、社長、辻内勝人のですね、その、長い付き合いの、企業の皆様の声をちょっと聞きたいと思います。10年ぐらい前ですかね、親父の会、元気の出る親父の会というのを立ち上げてですね、この会が始まってきたということで、若干その、まあ、何年か前からコロナ禍でですね、ちょっと止まってたということがありますけど、その久しぶりにですね、再開したということで、はい、あのやりたいと思います。笑われておりますけど、はい、ちゃんとやれと。それでは、各、うちの社長とですね、付き合いの深い方に、うちの社長はどういう方か、サイエンガーブは、どういう会社かというのをちょっと、インタビューしていきたいと思います。それではどうぞ。なんか、ま、前振りが長いですね。そうですね、はい、長かったです ね、 ね、あの、はい、ちょっとね、あの自分もああいうの本当に苦手でね。だからもうさっきのボスとか森田さんが近くいたんで、うん、何やってんだおめえみたいな。もうね、ここもあったんですけどね。もう、はい、ここも半年経ちましたからね、うん、もうこう訓練してどん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 上手になっていきましょうね。そうですね。はい。じゃあどんなね素敵な話をするかね、はい、あの続きてビデオよろしくお願いします。はい。お願いします。皆さんこんばんは。今日はですね、久々の、おじい会、元気の出る親父会ということで、ジオ会です、ね、すいません、元気、あ、おじい会じゃない、ジオ会でございます、ね、おじいの会、元気会でございます。そうそう、活動についてですね、付き合いの長い方々に集まっていただきました。はい。で、そこで、皆さんに座談会という感じでですね、辻内勝人、うちの社長の辻内勝人はどういう男かというのを、ちょっといろいろ聞いていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。最初は何人ぐらい、僕から、じゃあ、まず自己紹介。はい、自己紹介からお願いします。はい。自己紹介。うまいです、うまいです。MTS の佐々木と申します。はい。よろしくお願いします。佐々木さん、よろしくお願いします。はい。ハマジアボーイ、アイザー。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、おっつー匠宮の森社長森宮でございますね。お願いします。カット。いや、じゃあこれカットって、もうこれがボツになったんです ね、 ね、ボツまでちょっと流させてもらったんですけど、はい、カット入りましたけど、カット入りました。これは自分でカットしたんですか。いや、ボスが、ボスカット、カットダメだって、なんか皆さんの仲の良さがね、うんうんうん、表情もいいですしね。はい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 、じゃあこのカットした続きから。そうですね、もう、はい、もう一回撮り直ししようというやり直して、はいはいはい、じゃあ、カットされたのは、うん、まあ置いといて、じゃあ、正式なテイク2を、ね、2ね、はい、お願いします。はい、はい、皆さんこんばんは。今日はあの久々にですね、GO 会を開催ということで、かなり盛り上がっている状況でございますけど、はい、まあ、何年か前から GO 会が始まったということで、付き合いは長い、うちの三栄化学のボスと付き合いが長い、企業の皆さんに集まっていただきました。で、そこでですね、座談会ということで、うちのボスのことについてですね、ちょっといろいろ話していただけたらと思うんですが、はい、よろしくお願いいたします。はい、まず自己紹介の方からよろしくお願いします。はい、テイク2なんかすごい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、おつ、匠宮の森崎と申します。よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、今日はブレイクということで、何を言っても構いませんので、すいません、よろしくお願いします。出会いから、はい、みんなそれぞれいろいろあると思うんで、そうですね、はい、そこからまたじゃあ話して。僕はね、かれこれ25年ぐらい前です。まあ、辻内さん自体が、サエさんに入社したの
平成10年なんですよ。で僕市川ね。市川ですね。僕も今の M テスト会社に入ったのは平成10年で、まあ、同じ年ね、まあ、中途でお互い入ってるんです。白エナメルの入ってる。そうそう。聞いたことある。ボスが白エナメルを配車だよね。入社当時。面接わかんないですよ。白いエナメルですね。そうですね。それから5年後ぐらいだから、平成15年ぐらいですかね。ブーメランとピーが入ってくる。そうそうですそうです。ちょっと放送できないことはね。ジャムちゃん2回目。これはもう。それは言えない。それは俺だから。ちょっとミフィーな。ちょっとミフィー。まあそんな感じの出会いです。それで2011か12にここいないけど、某 A 社っていう書類会社が議員でとかで今の体制変えようって言うんで、俺と辻さんを一生懸命。なんかこう教育してくれて、なんか仕事もいっぱいくれて、うん、その人が長男、剛さん次男、俺が三男、三兄弟でも四五年ぐらいだったかなぐらいかな。とっくね、毎週毎日飲み会だろうね。アイドルの誕生会行ったじゃないですか。その人がアイドルとハマっちゃって、近いのね、近いのね、近いのね。全然可愛くない。全然可愛くない。その長男が入れ込んで、それ僕も付き合ってきましたね。ね。そしたら次男がめちゃくちゃ怒るわけ。怒っちゃってね。次男っていうのは俺も入れろ。我慢できなくなっちゃう。ボスが入ってきましたね。もうなんかね、3人で喋らせたら、もう何喋るかな。確かにね。言いたいこと。ジャム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 。いや、近いドルの時代だってやったんだけどね。でそれで会社も発展お互いにして、それ以来だから12年ぐらいかな。江戸が一緒したくないまあ、改めて仕事会社の方がいい。よろしくお願いします。森崎さん、僕5年前ですかね、とある会社さん、企業さんの研修がありまして、その研修センターに初めてボスとお会いさせてもらったんですよ。はい、A 社さんのに行った時に初めてお会いさせて、もうでも20年、ちょっとこんなこと言っちゃうのはあれなんですけど、率直にその時お会いさせていただいて、初対面で一番初めに思ったことを正直申し上げますと、同じ匂いがするって言うルイは友よ。いや、まあそれは森庵の方にブーメラン、ブーメラン、これは無機ですよ。この人の話だけ。で、させていただいて、仲良くさせてもらって、いや、ちょっと俺から言わせてもらえれば、もう3人はもう、本当に義母兄弟。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 
ギリセーフ。ギリセーフ。5兄弟です。いいでしょ。はいはいはい、はいはい、素晴らしい、はい、実績を上げてる皆さんで、はい、もうあの本当に、まあ、社名はなかなか言えないんですけど、はい、もうあの社長だし、はい、もう取締役の営業部長だし、はい、でも取締役のボスボス、もう最初に自己紹介そうですよね、言ってますよね、会社名皆さんね、喋ってますからね、そうですね、はい、すごく勉強させていただいてます、はい、うんうん、すごい、ね、昔からいろんな経験を一緒にされて、まあ愛ちゃんに関しては、ね、はい、まあ、愛原社長が、はい、まあ、愛ちゃんに関しては、はい、はい、まあ僕がウムな頃から、はい、いろんな遊びを教えてもらって、あ、仕事仕事がもうになってますけど、ね。もうあの次男から兄貴からいろいろ教えてもらいました。なんか小高い山にも登りましたね。登ったね、兄弟でね、背中に立ってね。まあ、まあ、愛ちゃんはね、特にあれですけど、切磋琢磨してね、うんうん、まあ、その仕事の日々、うん、遊びをいかに充実させてやるか、はいはい、本気を、ね、はいはいはい、一番持った人で、そうですね、はいはいはい、まあ、この間僕は船買ったら、はい、それよりもでかい船買って、はい、まだ僕はまだ並ぶ船買いましたから、永遠に続きますね。じゃあまた次、また違う船を買うというような、まあ、そうですね。まあ、酒屋に関しては、はい、はいはい、もういつも、まあ、あの講師ともにね、はい、家にも行っていただいて、はい、はい、まあ、すごく楽しくやっていただいてるし、まあ、乗り屋に関してはなかなか縁起物が多いです。まあ同じ匂いだったね。そうそうそう。まあこの辺 NG ワード多いですよね。まだね、そうですね、人生 NG、 人生 NG。 まあでもね、そんなこと言いますけどね、もう素晴らしい社長です、うんうんうん、まあ、これから、まあ、あのまだ楽しい、ね、うん、遊びがまた増えると思います、ね、うん、まあ、だから海に出ましょう、海に出ましょう、海に出ましょう、うん、海、海は本当にいいですね。でギター買うから、ギター、ツーさん白いキャプテンをどうしよう、ツーさんキャプテン、キャプテン、キャプテン、これを買ったりですか、ブライド、ブライド、最近趣味でね、恐れの T シャツ作ろうと言ってみんなで、だから会社の恐れの T シャツ作ろうと言ってみんなボス、みんなボス、なんでボス、これだから、いいっすよ、すごくいいっすよ、はい、皆さん、まあね、語り足りないのよ、うんうん、そうですよね、そうですよね、もう1時間無視していくと、そうですね、そう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 、もう1時間いっちゃうと番組終わっちゃいますけどね、そうですよね、語りきれない、はい、1時間欲しいけど、はいはい、アイちゃんあんまり言わすと、はい、NG ワードが、あ、そうですね、この3人は NG ワード出ますからね。あ、ゴーリラだ。森野さんですね。はい、ありがとうございます。はい。はい。はい。それでは、うん、三栄化学の佐紀イカシャレア。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、僕ね、うん、NG がもうね、うん、あの4人の話聞いてると、はい、ネットワーク&ゴーフォワードに行くんですよね。あの仲間とあとは前進するね。だからいい言葉で聞こえなかったんですけどね。はい、僕だけですかね、そういうことでね。
前向きに感じたのって。いやもうちょっと私も混ざりたかったなって、ね、思いますね。本当に楽しかったです ね。いやこれはちょっと今後もっとすごいことになるんじゃないですか今日、ね、そうですね今後ですよね。はい、じゃあ続いてまだありますよね、はい、行きましょう。はい、はい、三栄科学最高。森田さん、ね、めっちゃいい顔しますね。一番ボスと、付き合いの長い森田さん、はい、インタビューしてます。森田さん、すみません、あのボスについてですね、ちょっとあのいろいろ思い出とかいろいろありましたら、はい、僕はボスと言いますか、三栄科学の YouTube に、はい、モノボス、はい、地味な化学品業界、うん、見てて楽しいかというところもあるが、今日は元気な親父会、はい、もう若い皆さんが三栄化学の良さと化学品業界の良さを分かって、これを見ていただいた中で、はい、また就職したいな、はい、働きたいな、はい、思うみんなをお待ちしております。素晴らしい。素晴らしいです。これですよ、これ。そうですね、こういう言葉です。そうですね、はい、やっぱりしっかりとした会社であるし、はい、やっぱり結果を残した中で皆さんで楽しくやると、はい、最高でしたね、沖縄旅行ね、はい、僕も連れて行きたかった。行きたかったらしいですよ、お山ちゃん。そうだったんですね。石垣島ですよね。石垣島最高でした。でも、はい、もう皆さん頑張ればやればできるというところで、はい、皆さんでこの業界を盛り上げていきたいと思います。はい、はい、最高、はい、ありがとうございます。終わり終わり。もう分かりやすくて、もうめちゃくちゃ伝わってきましたよね。伝わってきますよ、吉井さん、はい、目標の方ができました、はい、ね、もうこういうトーク、ね、もう、はい、そうですね、こういうトークでいきましょう。そうですね、本当にね、もうバシッと伝わるトークですね。そうですよね、もう会話盛り上がってきて、ね、まだまだ撮ってくれたんですよね、はい、じゃあ続いてはどんな感じだったでしょうか、はい、どうぞ。あ、一次会無事終わったんですね。そうですね、無事終わりました。こんにちは、じゃあ二次会、こんばんは。ちゃんと二次会行くんですよ、やっぱね、元気な親父の会ですからね。そうですね、今から第2部場所に向かっております。このメンバーだからね、どこに行くのか大体想像つきそうなんですけどね。まあ、町近辺ですね、一般のサラリーマンさん、賑やかですね、まあ、今からカラオケ的な店も、ちょっとその歌えるお店に行く、芝生さん、はい、あくまでめちゃくちゃ美味しかったですね、はい、でもやっぱね、プライベートも楽しんで、ね、そうですね、仕事も頑張って、はい、やっぱこういうやっぱね、あの高知県で食べるものと思ってたんですけど、うん、いや何がめちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったですか、はい、今から、第2部、始まります。とつけましたね、ボス、はい、森田さん、はい、森田さん、はい、今から皆さんで入っていきます。この6階ですね、はい、6階カラオケですね、はい、はい、いやちょっとこの後ね、はい、はい、あのでも本当に、今回ってボス顔すごい柔らかいじゃないですか、はいはいはい、あの本当にこの元気の親父の会の、もう仲間みんな信頼してるんだなっていうね、なんかもう久しぶりにあんな優しい柔らかな表情を見ました。さらにじゃあその顔がどうなっていくのか、ね、じゃあ次行きましょう、ね、はい、だんだん角度ついてきましたけど。結構広いよ、ね、あ、広いですね、うん、お客様がいっぱいいますね、はい、人気のお店ですね。そうですね、うん、最後の曲ですよ。もう最後ですか？僕ちょっと飲むの方に回っちゃって、あの撮るの忘れてた。そうだ、そういうこと？そうそう。そういうことなんですね。気づいたら最後だったんですね。そう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 。途中の撮るじゃないですか？松山ジャラルですね。18番来ましたね。はい。うん、幸せを自分の道
楽しんでる、周り巻き込んでますね。もうスーパースターじゃないですか。また、はいはい、デュエット長い長い付き合いらしいんですよね。うん、こっちから思うこっちから取れって覚えた両手に息を吹きかけて、めちゃめちゃハモってますからね。行動も一緒だ。やっぱりよく言ってたんでしょうかね。選曲もいいっすね。うん、うん、いいっすね。はい、会長、会長、会長呼ばれてます。トイレ行って、おいで、おいで。そのまま結局上にしちゃう。そうそうね、生まれましたね。さすがモノマネもうまいです。そうなんですね。うん、ここあれ今モノマネしませんでした。あ、いや、してます、してます。上手なんですよ。森田さんも入りましたね。最強コンビですね。どれだって引きずり出せる。いやー、ね、ライバルであり、ね、ライバルであり、親友であり、ね、同士でありお互いにね、高め合って、ね、はい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 、やつじの娘じゃないですよ。俺の娘じゃないですよ。いや、本当に映画っていいもんですね。さよなら、さよなら、さよなら。これ、そうですね。そうですね。いや、はい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 、本当いいですね。うん、やっぱり、うん、親父になっても仲間ね、ね、やっぱりこうもうこれからね、もう若い方もね、もう本当に将来ねずっと付き合う仲間をね、どんどん作ってほしいですよね。うん、もうそれがやっぱ会社の中だとかね、本当に身近なコミュニティありますからね。うん、もう本当に皆さんまずはお友達仲間を作っていきましょう。はい、ビデオこれで終わりですか。そうですね、これで今いい感じだったんですけどね。うんうん、あ、まだ2本ある。あ、じゃあお願いします。はい、あれなんだろう。あれあれ出ましたよ、出ましたよ。これも僕の娘って似てるっていう。安井さんの娘さんですね。確かに似てるところありましたけどね。はいはいはい。これはやばい。こういうのもあったんですね。そうそうそう、はい、確かに似てるから、ボスがもう、あすじお前の娘に似てるよ。じゃあ最後のビデオは、はい、娘さんとのデュエットですかね。いやいや、ね、じゃあデュエットはしてないです、ね。じゃあいっちゃいましょうか、はいはいはい、ね、さっきの松山千春で終わってると一番良かったんですけど。そうですね、あれが一番、はい、良かったですけど。じゃあお願いします。あれあれヤセさん完全に乗っ取ってませんか。もう年末ボスにこの番組乗っ取られた恨みですか。
なんか元気おやじの会に初めて参加したのにねえ。いや、あのね、横浜黄昏って、はい、もう完全に乗っ取ってますよね。もう私を見てワンマンステージになってません、ね、いやこれはもうボスよく許しましたね。もうこれねちょっとちょもうこれいらない。そう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 、いらないですけど、やっぱりねノリでやっちゃいましたね。よく大社長たくさんいる中でね。そうそうそう、ひろしいつきですね。なんかね、なんででしょう。なるほどね。いや、安井さんお疲れ様でした。もう本当にね、もう最後ダメですよ、ノートちゃん。そうそうそうね、そうですね、これちょっと順番間違えましたね、ちょうどね、飲みすぎちゃいましたね。もうはいはいはい、やっぱりこうね、松山千春で終わってね、やっぱり素敵な社長だなって、いい仲間がいるんだなっていうところでね、こう締めに入りたかったんですけどね。そうですね、はい。いやでもね、実際本当になんか久々の開催ということで、皆さんすごい懐かしいねみたいな、久しぶりみたいな感じで、たんで、まあ自分たちのその元気から、うん、まあ、まず発信して、うん、で、まあ今いろんな事件事故とか起こってますけど、うん、そういう方も含めて、まあ自分たちも元気にできたらという思いもあります。そうですね。はいはい、うん、できることはもう企業としてやっていく。三栄化学も頑張っていきますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい、そうですね。はい、もう本当にこうなんかこうね、こうへこまないでね、うん、ね、うん、まだこう。立ち上がるね、勇気、うん、気持ちね、うん、これを持ってね、言ってもらいたいですね、はい、うんうん、もう本当に、ね、もうコロナの時もそうですけど、うん、ね、私も店もう何回も朝起きるたびにやめようと思ったんですけど、まあやめるのはいつでもできる、だから諦めるのはいつでもできるんで、うん、だからまだその諦めるとかやめる前に何かできるんじゃないかなとか、うん、まだ何か残ってるんじゃないかなとかね、うんうん、あとはなんか仲間ね、本当今日はもう仲間っていうキーワードがあるんですけど、はい、うん、やっぱ仲間、誰か助けてくれるのかなとかね、うん、誰か助けられないかなとかね、うん、そういった形でね、もう本当にやっぱり生涯の友人、うんうんうん、ね、やっぱ作ってほしいですよね。うんうん、もう今、隣近所がわからないじゃないですか。うん、そうですね。本当に私も VTR 見て、うん、やっぱり将来ね、ああやって自分が大人になった時に、うんうん、ああいう、ね、会を開催できるように、うん、今いる人たちはすごい大事ですよ、ね。いいですよね。もう本当、グレート塾女の会からね、なんか作っていただいて。グレート塾女はい、もうだからもう人生を、もういろんな人生歩んできた女性たちが集まって、ね、またお互いにね、元気になり合う、ね、はい、元気な塾女の会、うん、はい、いいですね、ね、開催したいです。いいですよね、若くてもダメなんですよ、まだ人生経験足りない。ある程度人生をちゃんと、ね、うん、やってきた人しか入れないっていうね、ルールね、はい、ね、こういうのもありかもしれないですね、はい。でこの事業会、まあいろいろボスから聞いたんですけど、うん、やっぱり本当にいろいろもう本当に嫌なこともいっぱいあったし、うん、その時にやっぱり支え合ってくれた、うん、仲間の集まりということで、やっぱり決断力はすごいですよね。そうですね、こうやって集まろうって言ったらもうすぐ集まるし、うんうん、みんなでこうやってだから、うん、こういう仲間って大事だなって、うん、自分も感じました。そういう仲間ね、はい、今いますか。はいはい、はい、徐々に作ってね、行きましょうね、はい、私も徐々に作っていきたいと思います、はいはい、でコメントは今日来てますか。コメントはそうですね、ゆうじさんからコメントを、はい、あ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。能登半島の、ね、緊急支援募金ご案内ありがとうございますと、うんうん、もうこの方ゆうじさん石川の金沢に、そうですよね、ゆうじさんね、あ、そうか、金沢の方からお礼をいただきました、うんうんうん、そうですね、はい、うん、ね、皆さんまずね、うん、もう本当に気持ちね、うん、折れないでね、うん、生きるね、うん、もうこの3文字ね、言葉をキーワードにね、うんうん、早くね、元気になってほしいと思います、うん、そうですね、ではもうね、もう一回ちょっとね、行きましょう、はい、はい、
ちらですね、能登半島の地震緊急支援募金の方を行っております、こちら振込先がですね、ゆうちょ銀行の018、転番が、018ですね、普通口座で9629349というですね、こちらの方で待ってお待ちしております、よかったらこの画面をぜひスクショしていただけると、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、本当に今日はね、もういい、はい、ね、本当にただ飲み会の動画かと思ったら、ね、なんかこう いろんなね、はい、ことをちょっと投げかけられたりとかね、いろんなこう目標を持てたね、一日でございました。はい、はい、ありがとうございます。それではまた次回をお楽しみに。はい、それでは三栄科学のさきいかしゃれや、またお待ちしてます。ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。